っていいですか。出して、これをラストとしてです。その後出て逆手に持ち替えて、そうですね、それだ。基本的にこれを早めに対処して、ちょっとここにスペース作るんですよ。そうするとこれが入りやすい。俺いつも両手でやってるんですけど、相手のつま先と相手の足の甲とでですね、持って一回ちょっとバックステップ少し。で、こちらハース。で、ステップオーバー。ステップオーバーして挟むんですか。挟んで、レッグビーです。これ基本です。で、レッグウィーブしたら、もうこっちがいけないんで、行ったとしても、切り替えて、もう一回、もう一回で、まあ、出して、引き出して、で、そうですね、ここで、このままだとちょっとやりづらいっていうのがあるんで、俺はすぐ離して、ここに両手で、で、ちょっと固定して、この足がこのままだといけないんで、少しバックステップして、ほとんどバンモーションで、パンパン。で、挟んだらすぐ、膝を押しながら、サイドに。で、レッグビーして、多分こんな感じですよ。